久保さん、うーん今回、外にしましょうか。もう僕はねあの、疑わ、疑うというか、概念がなかったですね。要は、外っていうかうん、自分の常識の中に何もなかったですね。要は、就職活動をする、なんでみんな就職活動してんだろうっていう、なんかそこはね、すみません、僕はね、何の疑いもないし、それが当たり前、就職、まあ、正社員で働く、それが、 社会人、正社員として働くが社会に出た、一発の大人みたいなくくりだったので、起業するとか、ネットで稼ぐとか,なんかそう、なんかそういうのは、まあ時代背景もあるとは思いますけど、全くなかったですね。だから、一生懸命就職活動したんだけども、ボロクソでしたね <laughs>。まあ、ないですね。うん、まあこれ時代が時代でもあるっちゃあるかもしれないですね。 僕の学生の時まだフロッピーディスクがあった時代ですからね。パソコンフロッピーだったんで、今フロッピーディスク見ないですよね。そう <laughs> フロッピーディスクの時代でしたから、僕が学生の頃は。うーん。僕はね、疑った方がいいと思いますけどね。まあ僕自身が、その、なんだ、あのー、そうだったんで、疑う余地もなかった。もう、なんかそれが当たり前みたいな。み右な、ま、らえ、右っていう。 うん、そうだから社長にはなりたいななんかは成し遂げたいなとは思ってたんですけど、まあ、就職してそこの会社で、まあ、実績を残してトップになったるトップ取ったるみたいなことはまああったんですけど一人こと事業するとかそういうのはな,いなかったですね発想がうんそうでも今はねいろんな情報が出てるので ね、昔、十、二十年前ぐらいですかもう、もう二十年以上、二十年経すか。その時は YouTube もなかったですし、情報もそんなのなかったんで、今はね、情報の選択ができて、知ろうと思えば知れるわけじゃないですか。だから、その、やろうと思えばやれるわけだと思いますし、まあ、億万長者合宿でこんだけやれって言ってるのにやらない人もいるし、まあ僕はね、答えがあ,ある、まあ、久保さんもなんか、分かってると思いますけど、 まあ結局、やる人は一部なんですよ。たぶん100人で1人ぐらいじゃないですか。なんで、まあ僕たちは生きていけら、生きていけますよね。うん。そう。やらないんで。うん。で、今度、や、やりだしたらやった、や、やりだし、やる前、結局、その、や、面白いことが、やる前の悩みもあるんですよ。やって不安です。失敗したらどうしよう。みたいな不安だったりとかね。でも今度、やったら、今度、やったらやったでまた不,不安が出てくるんですよ。 だ不安だったり悩みが出てくるんですよ。例えば、この前も僕コンサルしてたんですけど、商品売れました。良かったじゃないですか。いや、売れた後怖いです。お客さんの対応とこれからちょっと怖いです。みたいな。いや、売れたのにまた不安です。みたいなね <laughs>。<laughs> <laughs> まあ、不安だったり不、あの、なんだ、悩みっていうのは尽きないなっていうのはすごく感じましたね。いや、今まで売る、売り方がわからなくてね。 売り方が分からなくて、売り方をサポートしてたんだけど、今度売れたら、今度、その売れた後のサポートですよね。どうお客さんと対応すればいいのかっていうサポート。だから結局ね、あ僕、悩みはね、なくならないと思いますね。どんな状況になっても。お金がた、例えばお金、億万長者になりました。でも、なんか、お金はあるんだけど、人生つまんないっていう悩みもあったりとかね。うん、お金はあるんだけど、ちょっと健康がとかね。うん、あの、 お金はあるんだけどもあのー、白髪がとかねうんまあ白髪は白髪染めすればいいか、まあ、抜けるとかね髪の毛抜けるとかねなんかまあいろいろまあ細かく言ったらいろいろ悩みは多分なくならないと思いますけどねうんそうだからまあなんだろうなうん外にあるもの 自分のやっぱ常識外の外にあるものに目を向けるっていうのが結構僕は大事だと思いますね。じゃないとそのフレームでしか生き、その世界観でしか生きられないので、でも今は見れるじゃないですか。久保さんもそうですし、僕もそうですけど、自由にやってるじゃないですか。で、それ見れるわけですよ。で前は見れないわけですよね、昔は。うん。だ久保さんもそのネットでね、あ,ねあまあ、その時はテレビもあいっぱい放映してた部分もありますけどね。 ネオヒルスだみたいなね。まあそれ見てね、あそんな世界があるんだみたいな。俺、マージャン店やってんのかなみたいなね <laughs>。違う世界を見て、違う外の世界を見てね、あ俺もあそこ行きたいなと思ってね、やっただけなんですよ。うん。で、今は見れるんで、情報が。で、見て、そのせ外の世界を見て、そうなりたいと思うんだったらやればいいだろうし。でも、そう,う、外の世界を見てねそ、そ、そこに行きたいと思ってるんだけども、やらないのは、それは、 本当に思ってんのみたいな <laughs>。まあ、結論は、この億万長者合宿は、やれっていうあの合宿なんで、<laughs> <そう笑>やりましょう、はい。やらなければ何も変わらないですよ。千里の道も一歩ですから。外の世界を見て、外の、そ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 のその外の世界に憧れる、その外の世界に行きたいなと思ってやればいいと思います。ただ、事実を言うならば、やる人はほんの一部ですから、勝てますよ。言いますけど。 マジで、あのー、やる人は一部ですし、続ける人も一部なんで、だから勝てるんですよ、本当に。まあ、言い切りますけど、うん。みんないなくなりますから、はい、いってらっしゃい。